皆さんこんにちは。私は日本人のユリナです。2年前に芳香大学に来ました。私の芳香での生活をシェアしたいと思います。ここは寮の地下1階です。朝授業がないときここで勉強したりします。普段寮から学校までは U バイク、歩き、もしくはバスで行っています。 U バイクとはレンタサイクルサービスのことです。自転車、バスでは5分、歩きだと15分ほどで学校に着きます。台中では U バイクは30分以内、バスは10キロ以内は無料です。だから学校に行くまでにお金は全くかかりません。とても便利です。台湾に来てよかったことの一つは、美味しい食べ物がたくさんあることです。クラスメイトはみんな優しくて、友達がたくさんできました。授業の方法も様々で、よくグループ発表があります。ここは学校の図書館です。授業がないときはよくここで勉強したり、パソコンを使ったり、 YouTube を見ています。外はとても賑やかな方向ですが、ここは静かでリラックスできます。今日はちょうど部活動の紹介の日です。全部で160種類もあります。一緒に見に行ってみましょう。レッツゴー。芳香は部活動も盛んです。みんな熱心に紹介してくれて、どの部活にも入りたいです。日本人のお友達です。ぜひ大学の野球部に参加してください。日本人の後輩です。ぜひテニス部に入ってください。イエーイ。私は学科のバドミントンサークルに参加しています。この後練習があるので行きたいと思います。毎週金曜日は学科のバドミントンサークルの練習があります。ここでみんなと運動するのは楽しいし、ストレス発散になります。学校出るとすぐ目の前に台中で有名な芳香夜市があります。これは臭豆腐です。匂いはちょっと臭いんですが美味しいです。揚げ豆腐みたいな感じです。一人でここに来ましたが、だんだんと芳香の良さを発見し、今ではたくさんの大切な友達がそばにいてくれます。これからも楽しみなことがたくさん待っています。